11月14日、1994年の今日は第12回ゴールデングロス賞にてゴジラが初受賞をした日です。ゴールデングロス賞とは、その年に最も興行成績の良かった作品、監督、俳優を称える賞として、1983年から創設された映画賞で、毎年12月1日の映画の日前後で受賞式が行われます。 この年はゴジラ VS メカゴジラが銀賞を受賞しただけではなく、マネーメイキングスター賞という俳優枠の賞がゴジラ本人に贈られ、キャラクターとして初めて映画賞を受賞したことでも話題となりました。過去ゴールデングロス賞の金賞を獲得したゴジラ作品は、レジェンダリー版も含めてゴジラ VS モスラとゴジラ VS デストロイヤーのみとなっています。